はい、松江錦鯉センターさんのコアークサイズが37センチです。お願いします。はい、今回縦鯉も、準備しております。いろんな体型の太いもの、そして体つきの良いもの、ラインの良いもの、用意しましたが、これも大きくなりそうな素質があると思い出品しました。この口からこの背びれの先の距離なども重要です。やはりこの距離は間隔が短いものっていうのはですね、鯉がぐっと詰まってしまうイメージがありますので、肩が盛り上がりすぎるとですね、胴体のうち、ちっちゃいうちはですね、そういったものが大きくなるようなイメージがありますが、実際90センチを超えるのを鯉って、今までのデータでよく、まあ、個人的な意見なんですけども、やはりこのような幅があり、そしてなるべくこのようなフラット、もうここがあんまり盛り上がりすぎずに、このスーッとしてる鯉の方がですね、縦にズボッと伸びます。そして伸びてから横に幅がつくようなイメージがありますので、この鯉はまさにそういうイメージで1匹エントリーしました。はい、もちろん、縦鯉ですので紅は重要じゃないといけないですが、これ横見てください。このように開いてもですね、全く紅の中の白地が見えませんということはですね、この鱗の下にもしっかり紅がついてきてますので、大きく伸びてもですね、紅が開くようなことはあまりないのかなと思っております。しかしながらですね、これから暑い夏を迎えます。ぐんと伸びます。その段階でですね、日がかけてしまうことというのは当然ございますので、これもですね、縦鯉の魅力。ただ大きくなるだけが縦鯉ではなくてですね、そういった日の変化なども見ていただく、そんな企画となっております。7月8月9月のですね、途中経過などもご覧いただきまして、ぜひともそういった縦鯉の魅力をですね、皆様と楽しんでいきたいなと思っております。はい、ぜひよろしくお願いいたします。